皆さんこんにちは。制作企画研究所プロジェクトオリーブ、そして株式会社トライユカの中島ユカです。中島ユカのそこまで言うかの時間がやってまいりました。さて、現在もですね、まだうち東京はですね、まだひんやりとして、パラパラっと大雨ではないですけれど、まだ雨の方が降り続いているようです。はい、被災地の皆様、本当にこう気温が下がってじっとりとこうしてますので、被災地の方、不自由な生活をされているかと思います。そして捜索隊だったり、それから自衛隊の皆様、本当にお疲れ様です。で、心から本当にそういう方たちのおかげでこういう災害が起きても日本が守られているということを本当に実感せざるを得ません。そう言いながらも、かくいう、私の息子も今自衛官です。なので、私は自衛官の母として、息子をまあ見守っているところではありますけれども、やっぱりですね、自衛隊を軽んじられたり、こうバッシングされたりですね、はい、給水車が神奈川県の方に行ったか行かないかとか、なんかどっかの変な日韓なんたらっていうようなところがね、本当に取材しないのにフェイクニュースを流したりとかっていうことを聞いておりますけれども、本当に自衛隊をバカにしないでほしい。はい、何かあった時に助けてもらおうと思ったら、最終的には自衛隊の人たちの速やかな出動によって、やはり災害というのが縮小されていってるというのが今の日本です。もうね、自衛隊をあがめてくれっていうか、あげてくれとは私も思ってはいないですけれども、ただ自衛隊のことを悪く言うということは、やはり家族としてもですけれども、一国民としても絶対に許しません。はい。そしたらですね、間近に迫ってまいりました。はい。洗脳教育の、被害者だったというこの、講演会ですけれども、19日、明日ですね。はい、世田谷区の上北沢区民センターの方で14時30分から行います。はい、台湾の陳重康氏も、来日されております。そして、私の方は日教祖を語りますけれども、どんなことを語ったのかっていうのは、今この動画でですね、日々いろんなものを配信しておりますけれども、ここの内容については、内容の性質上、YouTube で今どういうことを喋ったとかっていうことを皆様にご報告するという予定は入れておりません。はい、ダーティーな話をやっぱり皆さんに、激白していくという、内容になっておりますので、一番ダイレクトにということになると、こちらに足を運んでいただくことによって、全ていろんなことをお話をしていくような体制にしております。はい、でこの前からも申し上げておりますけれども、台湾の食文化を少しでも皆さんに味わっていただきたいという、まあ陳さんのねご配慮で、会場にご来場いただいた際にはですね、少しなんですけれども本当に台湾のギフトを差し上げるというふうに準備しておりますので、どうかお楽しみにっていうところです。それからですね、あともう一冊、籠池さんですね。はい、吉重さんのこの本ですけども、このサイン本も当日、会場にて、しっかり読んで、どういうことがあったのかということをね、本当に読んで理解したいなと思われる方にお分けしたいと思います。これもですね、わずかしかありませんので、はい、早めに来ていただけたらなというふうに思っておりますので、どうかちょっとね、19日天気もちょっとなんかあんまり良くないっていうところで、皆さんに聞いていただきたいなと思っております。はい、では今日はこの辺で失礼いたします。ではまた土曜日お会いしましょう。